ああ、ここから変わってたのか。見逃してたな。っていうか、だいぶ変わってんな。わ、はあ、な、なになにどうしたのここに落ちて死ぬまで、夏目にはどんな光景が見えてたんだろうね。あそこから落ちて、ここで頭つぶれて死ぬまで、夏目はどんな気分だったのかな。なに急に。 死人の心を知るなんて無駄って言ってたのに。まあね。でもちょっと興味が湧いてさ。そっか。今は何が見えるあんた、本当に青色好きだね。パンツまで青なんだ。ちょっと、見ないでよ、エッチ。もう、さっさと起きないと先に行っちゃうからね。はごめんごめん。ごめん そんでもってエンディングは流れないで、えー、っと、このゲットクローザートゥーザ h トゥ r u ー h スっていうのが出てました。私知らないで今の思いっきりすっ飛ばしてここに来ちゃったんですけどね。で、ここのスタート画面もちょっと変わってんだよね。後ろになんかあの自由の女神っぽい何かがいたような気がしたんだけど、今ちょっと思い出せないかな g で、ゲットクローザートゥーザ t トゥース意味としては真実に近づくっていう意味らしいんですけど、 エンド分岐じゃなくて追加エピソードにたどり着く感じかな。で、そのフラグに関しては、あれか、みゆき部長に会いに行くところくらいかな。えー、ちょっと動画でまとめてみるか。さて、ではエンド分岐ではないですけれども、重要なフラグを回収しに戻ってきました。 で、えっと、私が本編中で見逃したフラグは二つ。えっと、まず一つは分かってるんですけれども、夏目しおりの部屋でどこの写真を撮るか。あれの正解はコンポとえクローゼットの中で、まあ、案の定というか正解でした。で、タイスの瞑想曲という CD を見つけるのは、まあ、これから回収しに行くんですけれども、レディー・グローの服の話はね、ちょっと出てこなかったと思うなそれに関しては、まあ、追加エピソードの方で分かるのかな。 で、これからもう一つの方を回収しに行きますが、えっと、みゆき部長に2回目会いに行くときに、私本編だとここであかりさんを連れて行ったんですけれども、あかりさんを連れないで、サジで話をしに行きます。 ど、どうも。こんにちは、みゆきさん。こんにちは。今日は、安倍さんいないんだね。は、はい。あかりは今、図書室に行ってます。みゆきさんにお話を聞きたくて来たんですが、少しだけだから、私一人でもいいかなって。<noise> そっか。一人で頑張ってるんだね。お疲れ様。 図書室か。最近忙しくて、本読んでないや。また行ってみようかな。今日のみゆきさん、ちょっと雰囲気が違う。なんか、少し優しそうな。なんでだ。で、話って何かなしおりのことは、はい。お時間大丈夫ですか少しならね。 今日もバイオリンのレッスンがあるから。前にも言ったけど、しおりの死については何も話せることがないんだ。それ以外にしてくれるみゆきさんは、夏目に頼られるのを嬉しく思っていたそうですね。一方の夏目は、みゆきさんのことをお姉さんみたいにしたってた。二人はそういう素敵な、 先輩後輩の中だったんですよね。なのにコンミスを交代してからギクシャクするようになったと、私にはそこがわからないんです。いい関係を築けていたのに、コンミス交代くらいでそんな風になっちゃうなんて。みさんがコンミスを譲った理由、これ以上後輩に甘えることはできないからだって聞きました。 後輩って、夏目のことですか夏目と何かがあったから、コンミスを辞めたんですかく、くそ。前と同じことを聞いちゃってるじゃん。これじゃあきっと、答えてもらえないよ。後輩に甘えたくないからコンミスを辞めたってのは、その通りだよ。でもね、後輩はしおりを指した言葉じゃないんだ。 後輩っていうより、部活そのものって感じかな。それは、どういう悪いけど、そこまで話すつもりはないよ。あ、ごめん。意地悪してるわけじゃないんだ。私独自の考えだから、人には理解できないと思うし、理解する必要もないってだけ。ごめんね。一つ言えるのは、 しおりとの間にさかいがあったからじゃないってこと。それは確かだよ。そうだったんですか。ごめんなさい。変な考え方しちゃって。でも。でもコンミス交代の後にしおりとギクシャクしたのは事実なんだ。それはどうしてですか 私にもわからない。正直ね、コンミスを変わったくらいでってのは私も感じてたよ。でも、確かにあの時のしおりは様子が変だった。私、やっぱり納得できないです。どうしてみゆきさんがコンミスじゃダメなんですか 前にも言ったじゃない。文化祭が終わるまでは、私もこの部に在籍してるけど、代替わりを意識してもいい頃でしょだから演奏も人望も十分なしおりにお願いしたいんだよ。私がダメってわけじゃなくてね。そんなの嘘です。代替わりなんて散々繰り返されてきたことですよ。誰からも異論は出てないのに。 急にこの時期にコンミスを買おうとするなんて、何か他に理由があるはずです。みゆきさんがコンミスをやめたいからでしょどうしてなんですかわけがあるなら教えてください。あのね、しおり。コンミス交代については、もう部会で決定したんだよ。今更変えられないの。 当事者のしおりが納得できてないのは申し訳ないけど、みんなは賛成したことだよ。どうしても嫌なら、また部会を開いてもらおう。そこで意見を言ってほしい。どうする私、私にはみゆきさんが、私から離れているように思えて。それが寂しくて、だって、 私。しおりわがまま言ってごめんなさい。部会は開かなくていいです。皆の決定に従います。私、みゆきさんのこと尊敬してます。いつか何でも話せるくらいの仲になれたらってずっと思ってました。 でも、そんな風に思ってたのは、私だけなんですね。私ね、しおりは何事にも前向きで、物おじしない子だってずっと思ってたの。だからしおりが、あそこまで拒絶するなんて、思ってもなかった。自分で言うのもなんだけど、 その時までは私たち二人は、いい関係を築けてたんだ。大江さんの言う通り。でもあの時から、私はしおりのことがよくわからなくなって、付き合い方がわからなくなった。しおりも前と同じようには、私と接しなくなって、お互いにおかしくなってったんだ。それが事実だよ。夏目がコンミス交代に、 変な反応をしたことについて何か思い当たる節はないんですかそれは。ごめん。私にはわからない。そうですか。うーん。一体何なんだろう。でも、三雪さんのお話でいくつか疑問が解消されました。助かります。 みゆきさんと夏目の間に確かに居酒屋はなかった。でも、わだかまりはあったんですね。だからこそみゆきさんは、それが解消されないうちに夏目が死んでしまって、すごいショックだった。それに、事情を知らない私たちが、いろいろ調べ回るのを心よく思えなかった。そういうことですよね。今ならそれがよくわかります。いろいろ聞き回って、 失礼な真似をしてしまって、本当にすいませんでした。そう。役に立つのなら、よかったよ。そろそろいいかな。レッスンに遅れちゃう。はい、ありがとうございました。そういえば、私が部屋に入るまで、みゆきさんが練習してたのって、前のとは違う曲でしたよね。 前の曲は、えっ、ー、と、24のカプリースって、オケ部の人が言ってたような他にも練習中の曲があったんですね。練習中ってわけじゃないけどね。知らない曲だったはい。いや、クラシックって、私みたいなのには遠藤くって。何か初心者でも楽しめるおすすめの曲ってあったりしますかその人の好みによるよ。 大江さんはどういうのが好きなのえっと、普段は J-POP とかばっかり聴いてるんですけど、そうか、クラシックの曲全然わからない全然ですね。聴いたことある曲ならわかるかもしれないですけど。あ、でも一曲だけ、タイスの瞑想曲はわかります。 大江さん、タイスの瞑想曲、口ずさんで見てくれるええ、えっと。大江さんがこの部屋に入る直前まで、私が弾いていたのが、タイスの瞑想曲だよ。え、そうなんですかタイトルしか知らなかった。その曲、しおりについて調べてて知ったんだね。 あ、はい。実はそうなんですけど。どうしてその曲は覚えてたの詳しく詳しくないって言ったのに。覚えてたってことは、その曲がしおりにとって重要だと思ったからでしょどうしてえ、えっと、それはですね。い、言えない。夏ムの部屋に侵入して撮った写真に CD が映ってたなんて。 どうしてどうしてしおりは死んだの大江さんには何かわかるんじゃないのいろいろ調べて知ってるんでしょ教えてよ。どうしてしおりは死んだのねえ。ひえ、み、みゆきさん、どうしたんですかや、やめてください。何やってんすか 帰って、もう私に、関わらないで。ああ、大事なバイオリン、おきっぱで行っちゃった。何なのあれ。わ、わかんない。雑談してたら、急に取り乱して。雑談またミス無神経が本領発揮したの違います。みゆきさんがタイスの瞑想曲聴いてたから、その話をしてただけだよ。 ああ、夏目が持ってた CD の曲か。その曲に嫌な思い出でもあったんかね。てか、おい、いつまで経っても来ないと思ったら、みゆきさんと何してたの取り巻きがいないみゆきさんなら、ちょっとくらい話聞けるかなって思ってさ。ごめん、一人で来ちゃって。そうなんだ。別にいいよ、それくらい。で、収穫あったのうん、あのね。 うんみゆきさんと夏目がそんなやりとりしてたんだ。らしいね。何か明かりは気になることあるみゆきさんがコンミスを辞めることで自分から離れようとしていると夏目は感じた。それがみゆきさんを姉のように慕っている夏目にとってはとても辛いことだった。と。なるほどね。 別に気になることはないかな。葵はどうなのうーん。どうして夏目が拒否反応を示したのかが気になるけど、さっぱりわからんのよね。みゆきさんも心当たりはなさそうだったし、これ以上調べようがないな。もう関わるなって言われちゃったし、今後みゆきさんとは話せないか。ま、あこうなっちゃったら仕方ないよね。でもさ、 みゆきさんと夏目の間に強い角質みたいなものはなかったって分かったんだ。結構な収穫じゃない勇気出して聞きに行ってみてよかったそうだね、すごいじゃん。じゃ、今日は帰りましょう。明日から何するかは帰ってから考えるよ。 今回のこのイベントは重要なフラグだったんですけど、まあ、大して重要な情報はないんですよね。それよりも、フラグになる条件が私すごい気になってて、なんであかりさんを連れていかないと、ああいう風にベラベラと話をしてくれるのかっていうのが、ま、あゲスないというか不穏に思うかな。まあ、それこそ、1対1で腹を割って話すっていうのが重要なのが、まあ、あると思う。それかあかりさんが怖くてビビってるからですけどね。私もあかりさん怖いもの。 で、もう一つ、あかりさんが入ってくるタイミングが絶妙なんですよね。外で聞いてたんじゃないかっていう疑惑が。まあ、とりあえずこのフラグを、まあ、立てることで、あとは私の本編と同じような道のりをたどれば、まあ、真実に近づく追加ルート、追加エピソードを入ることができると。うん。本当に真実わかるのかなちょっと謎多すぎるよな。では、スタート画面に戻りましょう。 さて、真実に近づいてみますか。真実とは。あかりさ、勉強を教わってる身分で言いにくいけど、もうちょっと部屋、片付けたらめんどくさいじゃん。近いうちにまとめてきれいにする予定だから。 今日は多めに見てよなことより復習終わったのわかんないならまた一から教えるけど面倒見がいいなうん大丈夫これで明日の小テストは乗り切れるはずいや助かったよたく何で私が家庭教師やんなきゃなんないのよ自分でちゃんと勉強してよねしょうがないじゃん 文化祭の準備で忙しくて、勉強に手がつかなかったんだもん。でもおかげさまで、文化祭の新聞部ブース。新聞部ブース。新聞部ブース。なんていい響き、いいリズム感なんだ。新聞部ブンブ。なかなか好評だったよ。頑張った甲斐があったな文化祭でたっぷり取材したし、特集の記事書かないと。来月は期末テストだし、冬休みまで暇がないな まあ、頑張ったよ。夏目の調査も終わったことだし、真面目な活動をしてるってことを、先生方に見てもらわないとね。もう勉強いいのじゃあおやつでも食べよっか。何か取ってくるわ。わーい、ありがとう。ポタポタ焼きがいいな。しっかし、すごい惨上だな、この部屋。めんどくさがりにも程があるよ。 机の引き出しまで開けっぱなしだ。何かはみ出てるし、閉めといてあげよっと。えごめん、ろくなもんなかった。どっかカフェでも行くごめん、ちょっと急用思い出して、も、もう帰るよ。 あら、そう駅まで送っていこうかいいいよ急いで帰れなきゃだからお邪魔しましたどうしても気になって取ってきちゃったこれって。 夏目と母木木さんの手紙だよね。しかも、いくつかある。どうして明かりがこんなものをああ、しおりえ最近忙しいみたいだね。で、えっと、左の方が母木木さんの手紙で、右が夏目しおり城かな名前とかはわからんが。ああ、定例演奏会終わったよ。これが二人がやってた文通だね。それを明かりが持っていたと。 これを持ってるってことは、あかりが母木さんに接触して、わざわざ譲ってもらったってことになるけど、一体何のために夏目に関する調査は終わってて、もう必要ないはずなのに。確かにあのエンディングの時にあかりさんってちょっと興味持ってたんだよな。あんなところで <laughs>、仰向けに寝っ転がっちゃってね。そもそもあかりは人の心を理解するなんて無駄だって言ってたんだよ。 なら手紙なんてあかりに直接聞けばよかったんだろうなでもどうしてあかりは私に何も言わなかったのいつもなら結構何でも話してくれるのにさあかりが自分から話してくれないことを聞き出すのなんか怖いんだよな私に話さないって ってことは、それなりに理由があるんだろうし。うん。お。考えてもわからん。明日明かりに聞こう。何かしら訳があるんだろうけど、きっと教えてくれるよね。さて、帰ろっと。 結局、聞きそびれたまま部活の時間になっちゃったないい加減明かりに切り出さないと。あ、明かりあのさああ、青い。悪いけど今日はもう帰るよ。記事書くの手伝えないわ。え、そうなの私の部屋見たでしょいい加減片付けようと思ってさろ色々売ったり買ったりするから、数日はかかると思うんだよね。 てなわけでしばらくは放課後、あんたに付き合えないの。一人で頑張って。あ、うん。大丈夫だけど。まあ、あかりは、特別特派員だったからね。夏目の調査は終わったから、今後は自由だよ。わざわざ断らなくてもいいよ。私は私で好きにやってるからさ。あかりこそ、片付け頑張ってて。そうじゃあまあ、よろしく。また来週ね。 しまった。またも聞きそびれてしまった。SNS で聞くかいや、どうせならちゃんと話したいんだよな。うーん。よし。明かりがダメなら母木木さんに聞いてみよう。近況も気になったことだし。母木木さん、多分まだ学校に残ってるよね。母木木さんを探して、なんで明かりに手紙を渡したのか聞いてみよう。 やることリストが更新されました。なんで BGM がないんですかねいやー、しかし、あかりさん考えてんことわかんねえからなうん。で、このタイミングで片付けをするってのか。なんか、なんか、意図というかそういったものを感じるけどね。グランド、あかりさん何考えてんのかわかんないけど、 何も考えてないわけがないからな。あの子に限って。体育館行けない。行動は相変わらず行ける。演劇部もなし。DJ もなし。テニス交代券、校長室も無理。2の A。今は話題を変えられないからな。あっという間に11月終わっちゃったね。文化祭も終わっちゃったし、冬休みまで学校来なきゃいけないの。めんどくさいな。寒いしさ。今は、 11、あ、一月ぐらい時間が飛んでるの、ね、よ飛んでるにゃあ、あそっか、文化祭終わってんのか。っていうと、じゃあ、あれか。えっと、みゆき部長とかももう引退したのかなカフェテリアが出したオリジナルメニュー食べためっちゃ美味しかったよね。今からでも料理部入っていいかなお、いいんじゃないか ?2 年生もう終わりだが。帰り道が寒い。えっと、ハーキーさんは、 二の何だったっけとな。とりあえず B も行ってみるが、学校新聞でおすすめの、あえ、サメ映画とかゾンビ映画とかっすかね。なんか B 級をどうぞどうぞと。でも、記事書くなら見なきゃいけないんだよな。それはなんか、ねえ。ここもなし。とりあえず、トイレも行っとくか。トイレに行っといれ。 ネイルいい色じゃないあー、この子はメイクの記事とか書いてとか言ってたな。で、あー、相変わらず妹トーク。同じ学校に妹がいるってどんな感じなんだろうあ、しおりがそうだったっけにので、ここ。あー、ここか、母木さんのところ。まだ学校残ってるちょっと話があるんだけど。母木さん、もうずっと学校来てないよ。 い、いつから ?11 月入ってからずっと、文化祭も来てなかったみたいだしね。何があったのかは知らないけど。私たちがハーキーさんと学校の屋上で話したのは10月の31日。今日は11月の16。っていうと、屋上で話してからもう一回も学校来てないってことじゃん。学校に来てないのそんな。 ハーキーさんと話したいんだけど、どうにかくコンタクト取れないかなうーん。ハーキーさん SNS やってないんだよね。てかスマホっていうか携帯電話持ってないからな。鎌田さんたちならもしかしたら連絡取れるかも一時期は仲良かったしね。か、鎌田さんたちって、まだ学校にいるかなどうだろう探してみたら来てないのか。これって、 じゃあ、エンドイチ見た後だと、この事実も知らないで終わってたのか。何があったいや、あったにはめちゃめちゃあったんだが。早く家帰って犬抱っこしたい。黙々で温かいんだよな。向田先生が校長に怒られてるとこ見ちゃった。なんかしちゃったのかなまあ、あの先生、なんか適当そうだしな。なんか常日頃から小こ言こ言われてるらしいですけど。お布団が恋しい えっと、ははきさんの元取り巻きたちを探せっつうことか。オケ部の演奏。バイトをやめる。SNS やってるのかなあー先生たちのちょっと SNS は見たくないですね。ドゥゥゥゥゥン、ドゥゥゥゥン、頑張ってるな。話しかけるのはダメっと。 相談室。大江さんは2年生よね。来年は受験か。勉強が疲れたらいつでも遊びに来なさいね。勉強疲れなくても来ますよ。調査のために。体調崩す子が多い。探しに行けたってどこにいるかね。いや、もう調査はしないんだったね。これからは女記者殿と呼んだ方がいいね。いや、まあ元々そのつもりなんだが。 上に参ります。ビンちゃんはいる。文化祭の特集記事なんだが、できたら早めに俺に見せろよ。チェックすっから。あ、チェックしてくれるんだ。一応、まあ、顧問だしな。それくらいはしてくれよって感じか。カフェテリアに、あの一派はおらんか。新聞部のブース、面白かったわよ。頑張ったわね。今度カフェテリアの一日を取材してちょうだいな。あ,あ、カフェテリアの なんか新メニューとかそういう記事は割と需要ありそうだよな。無難なところではある。生物科学。これで大体回ったよな。多分入れないと思うし。図書室はまた文芸部がいるぐらいか。一人で大変だろうけど頑張ってね。邪魔しないか。おやあとどこだろうな。 鎌田さん。あ、あのさ、母木さんと話したいんだけど、何かいい方法ないかな電話番号とか知らない知らない。全然連絡取ってないし、今までも学校でしか話したことないから。そっか。わかった。ごめんね、いきなり。大江さん。母木さんが夏目さんを、 屋上から突き落として殺したって話、本当なのな、何それどこでそんな話聞いたの今、一部で噂になってるよ。大江さんは聞いたことない夏目さんは自殺したって噂があったでしょでも最近になって先生たちが、あれは事故死だったんだって言い出してさ、今まで何も教えてくれなかったくせに。先生たちが話し出した頃から、 ハハキーさんが学校来なくなっちゃったの。親友が亡くなったショックで学校来なくなったにしては、時差がありすぎるよね。それで、事故死じゃないなら、夏目さんは誰かに突き落とされたんじゃないかって。その犯人がハハキーさんだから、学校に来れなくなったんだって、噂が出始めたみたい。ま、あこれは危惧していたと、理っていうわけでもないか。 大江さんは、母木さんが夏目さんを殺したんだって思うお、思わないよ。そんな根も葉もない噂、でたらめもいいとこじゃん。そうだよね。よかった。大江さんもそう思ってくれてるんだ。私たち少しの間だけど、母木さんと一緒に過ごしたから、そんなことする子じゃないってわかるもん。だから、ひどい噂があるの、悔しくてさ。 否定したいけど、私たちおせっかいいてハーキーさんに迷惑かけちゃってたからさ、勝手にそんなことしていいのかなって、不安で。悪い子たちじゃないんだよね。まあ、あれはちょっとやりすぎだったけど。大江さん、ハーキーさんと話すんでしょもしハーキーさんがその噂を知ってるなら、みんなが信じてるわけじゃないって伝えてくれる私たちには何もできないから。 分かった。とは言っても、メールも SNS も使えないんじゃ、連絡の取りようがないよな。一体どうしたら待てよ。そういや聞き込み調査の時、ハーキーさんと同じマンションに住んでるって言ってた子いなかった。いましたっけ多分かなり序盤だよな。確か帰宅部の子だったよな。探してみるか。 生徒多分二年生のとこのどっかだよな島本さん。そうだ、島本さんだ。えな、何が島本さん、確かハーキーさんと同じマンションに住んでるって言ってたよね。どこか教えてくれないハイツ・キヌ川ってマンションだよ。キヌ川駅から歩いて10分。ハイツ・キヌ川。ネットに住所載ってるな。 よし、ご協力ありがとう。これは、学校の外で行っくってことかあ、ここか。はい、月見川。電車に乗ってブーンと。ここだ。はい、月見川。オートロックのマンションじゃなくてよかった。 あった、母キギ。405号室だ。母キギさんと話したい一心でここまで来ちゃったけど、そういや母キギさんの親ってやばいんだっけ下手したら学校にクレーム入れられちゃう母キギさんに会いに来た理由を考えた、考えといた方がいいかな。だ、ダメだ。私じゃいいの、いいのが浮かばない。こういう時明かりがいればなぁ。 ま、いっか。ただ会って話したいだけだし、怒られる筋合いはないはず。正直に行こう。でスせっかくここまで来たのに。でも、ハーキーさん、学校には行ってないんだし、家にいそうな気がするんだけどな。 こんにちは。ハハキーさん、いませんかみ、緑ちゃんハハキー緑ちゃん、いない私です。大江葵です。ダメか。仕方ない。また日を改めよう。ハハキーさん。何の用 あ、あの、その、話したいことがあって。な、なんかすごくやつれちゃってる。やっぱり学校に来ないのは、ひどい噂のせい。噂って聞いてなくない学校にそもそも行ってないんだし。どうして学校来ないの ?11 月に入ってからずっと来てないって聞いたよ。あの噂は私も聞いたし、確かにひどいとは思うけど、隠れる必要なんてないよ。 夏目が死んだのは事故なのに、母木義さんのせいにされてるのは辛いよね。学校を行きたくなるのも、行きたくなくなるのもわかるよ。でもだからこそ、母木義さんは堂々とするべきだよ。だって母木義さんは何も悪いことしてないんだから。必要なら私も協力する。真相を追求したものの、それが責任ですから。やっぱり、 そんな噂が出てきたんだ。分かってたけどね。え母木さん噂のせいで学校行かなくなったんじゃ。違うよ。行く必要ないから休んでるだけ。もう学校辞めるから。え、や、辞めちゃうの来月から通信制の高校に転入するの。どうせ3年生になったら受験勉強がメインになるし、卒業さえできるなら、 こすジじ,じゃなくてもいいかなって。母木義さんのお母さん、厳しいって聞いたけど、それで許してくれたのすごく怒ってたけど、最終的には認めてくれたよ。というより、見放されたって感じかな。お母さんの強い勧めで、あの学校に入ったのに、人辞に関わるような問題を起こしたわけだから。 言っておくけど、転入は自分の意思で決めたことだよ。大江さんたちに全てを話すって決めた時点で、今後どうするかの選択肢は、私の中に二つあったんだ。一つ目の選択肢は、あの場でなくなったから、もう一つの選択肢を取っただけ。しおりとの思い出がある場所で、何食わぬ顔をして過ごすことは、私にはできない。だから、 学校を変えるの。大江さんたちのせいとかじゃ全くないから、そんな顔しないでほしいな。学校を辞めるのが、母キーさんの意志なら、どうしてそんな、その、やつれちゃったのそうすぐ元気にはなれないよ。私、これでも数週間前に屋上から飛び降りようとした人間だよ。 それは、そうかもしれないけど。一人で家にいると、いろいろ考え込んじゃうんだ。しおりのこと。もっとたくさん話したかった。とか、別の付き合い方があったんじゃないか。とか。しおりに嫌がられる前に、身を引いてればよかった。とかね。 後悔ばっかりが頭の中をぐるぐるして。でもどんなに考えても確実なことって一つだけなの。私はかけがえのない人を失ったってことだけ。何を考えてもたどり着くのはそこで辛いことに変わりはない。やつれたように見えるのはそのせいだと思うよ。でも、 今はどうしようもないことだから。あのさ、どうしてハガキギさんは夏目に嫌がられたって決めつけてるの屋上で二人が話した内容を聞いて思ったんだけど、夏目は本当にハガキギさんのことを嫌がってなかったんじゃないかな。ハガキギさんとずっと友達でいるって夏目ははっきり言ったんでしょ どうして夏目のその言葉を信じてあげないの夏目が隠していた何かも、母キーさんのために黙ってるだけで、問題が解決したら話すって言ってたわけだしさ。どうしてそんなに夏目の気持ちを疑うのか、私にはわからないよ。何か理由があるの 大江さんも知ってる通り、私としおりは手紙を使って日頃のやり取りをしてた。屋上で会う以外にはね。普通なら SNS とかメールを使うんだろうけど、うちの親が学生には必要ないって、スマホとかを持たせてくれなくて。もともとはね、しおりがふざけて言い出したの。だったら文通でもしようよ。アナログで楽しいかもよ。 今時手紙って、って、私も最初は思ってたよ。でもしおりに手紙を書くのが、だんだん楽しくなっていったんだ。私、喋るの下手だから、下手か手紙だと自分の気持ちを伝えやすかったってのも大きいかもね。しおりとの手紙の交換は、私にとってすごく大切だったよ。もらった手紙、 いつも家で読み返してた。でも、いつからかしおりが返事をくれなくなったの。普段一緒にいる時とか、屋上で会う時のしおりはいつも変わらないのに、手紙だけ無視するようになって。屋上で会う時にどうして返事をくれないのか聞けばよかったんだろうけど、なんか言い出しづらかった。 私のことが嫌になって、手紙が面倒になったなら、催促なんかしたら余計に嫌がられちゃうと思って。それでも諦めきれなくて、私からは手紙を出し続けたけど、結局、ほとんど返事は来なかったよ。最後にしおりから手紙をもらった時、久しぶりで驚いたけど、内心すごく嬉しかったんだ。 でも、その手紙がきっかけで、私は二度としおりに会えなくなった。私としおりはずっと仲のいい友達だったよ。表面上はね。でも私は、返事の来ない手紙がどうしても気がかりで、しおりの言葉を素直に受け入れられなくなって。あの日、しおりから聞いた、 友達でずっといるってことはも、う、信じられなかったの。今でもそうだよ。大江さん、どうかしたは、母木さん、一つ聞いてもいいうちらと屋上で話したい日以来、明かりに会った。安部さん、会ってないよ。学校のことは、 誰とも会ってない。そっか。大江さんが話したいことは、もうないのうん、大丈夫。じゃあ。いろいろありがとう。もう大江さんに会うことは、ないと思うけど、元気でね。さようなら。 安倍さんにもよろしく。夏目は母木さんに手紙の返事を出さなくなって、母木さんはそのことに傷ついていた。でも、母木さんの記憶が確かなら、二人は学校の屋上でこう話していたはず。 話したいことがあるって手紙には書いてあったけど、それこそ手紙じゃダメだったの手紙だとさ、なんかうまくいかないじゃない返事がないとすごい落ち込んじゃうし、なんかそういうのはもう嫌でさ。夏目のこのセリフ、もらった手紙を無視して返事を出さなかった人間の言葉じゃないよね。 むしろその逆、返事をもらえなかった側の言葉としか思えない。ってことは。夏目も母キーさんと同じだったんだ。手紙を出しているのに、返事をもらえていなかった。あることが原因で、二人とも出していた手紙が相手に届いていなくて、互いにそのことを知らなかった。 その原因は、母木さんは、屋上で私たちと会った日以降、明りには会っていないつまり、私が手紙のことを突き止めた時点より後に、明りが母木さんから手紙を譲り受けるのは不可能。明りは、この手紙を母木さんからもらったんじゃない。自分で手に入れたんだ。 手紙の交換に使われていた下駄箱には鍵がついていない。横取りなんてしようと思えば、いくらでもできたはず。何のためかは知らないけど、明は二人の目を盗んで、手紙を抜き取ってたんだ。生前の夏目から手紙を譲り受けていたって可能性も、一応は考えられる。ありえなくはない。 いずれにせよ、二人の関係と手紙について、明かりは前から知ってたんだ。私が調べ始めるより、前から、いや、一応、桜ちゃんから、夏目の部屋にある手紙を持ってきてもらったっていう可能性もゼロではないよな。あともしくは真犯人を突き止めたっていう可能性も。それなのに私には何も話してくれなかった。 わからない。どうしてあかりは何も教えてくれなかったのどうして隠してたのそもそもどうしてあかりは二人の手紙を横取りしてたの一体何のために何がしたかったのあかりは一体夏目とどんな関係だったの 今まで夏目についていろんな人に聞いてきたけど、そういえば、あかりには聞いたことがなかったな。確かにあかりは、私に大事なことを黙ってた。でも根本的な問題はそこじゃない。結局、自分にとって都合のいい真実に置き換えて、納得するしかないんだよ。でも、 それは本当の真実じゃないよね。私、あかりのことを自分にとって都合のいいように解釈してた。ずっと勘違いしてたんだ。あかりも私と同じだって、夏目と親しくなんてないし、詳しいことは知らないはずだって、勝手に思い込んでた。そういう思い込みがなければ、調査を始めた時点で、 明かりと知識のすり合わせをしておけば何かが違ってたかも。そうだよ。夏目の死の真相は分かったけど、消化不良な部分がいろいろと残ってるんだ。夏目が何を考えたのか未だにさっぱり分からないし、関係者の人たちとの事情も深掘りできずに終わってる。そういえば、 聞き込みした中にもいくつか変な情報があったよね。変というか違和感があるというか。ゲットした情報は何度か整理してきたけど、私は情報の死者選択をしていた。自分の思い込みをもとに使える情報とそうでない情報を都合よく選別してた。明かりの言ってた通りに。だから、 今でももやもやが残っちゃってるんだ。当初の目的は達成できたけど、ちゃんと調べきれてないから。夏目の日記を読めば、きっとすべてがわかって、すっきりするんだろうな。い、いや、ダメダメ。読まないって決めたんだから。 明かりにはいずれ話してもらわなきゃいけない。夏目について隠してたこと、手紙を横取りしたこと。でもその前に夏目に関することを調査し直そう。自分なりに納得できるまで。隠し事が発覚した以上、明かりにはもう頼れない。再調査は全部一人でやらないと。 納得いくまで調べたら、改めて明かりに夏目のことを聞こう。本当のこと教えてもらおう。それまでは明かりに気づかれないようにしないと。夏目の調査はもう終わったってことになってるからね。大丈夫。私一人でもやれるよ。今までだって取材はずっと一人でやってきたんだし。 私だって今回の件で少しは成長したんだから、きっと大丈夫。じゃあ私帰るわ。部活頑張ってね。うん。明かりも片付け頑張って。また明日。今日の私、ぎこちなくなかったかな 明かりって勘が鋭いから気づかれてないといいけど。よし。それじゃあ調査を始めよう。やっぱり一番気になるのは夏目が何について悩んでいたかだな。親友の母木さんにも夏目が話さずにいた悩みを私が突き止められるかどうか。 難しいけど、調べてみよう。とは言っても、夏目は夏目の関係者については、聞き込みしまくったんだよな今さら新しい情報なんて。それに、活動中の部活には、もうお邪魔できないよね。今までかなり邪魔してきちゃったし、どうしよっか。そうだ、今はもう夏目が自殺したって噂はなくなったんだよね。 代わりに変な噂あるけど。前とは状況が違うんだ。だったら夏目の関係者とも少し違った感じで話ができるかも。夏目の死の真相が明らかになって、関係者たちが今どんな思いで過ごしてるか気になるし、一回話してみたいな。よし。桜ちゃん以外の夏目の関係者に当たってみよう。調査の取っかかりになるかも。 でも、どこに行けばいるかな帰宅部の人たちを当たりつつ、その辺ブラブラしてみるか。<noise> 母木緑が更新されました。やることリストが更新されたと。話題は特になし。で、また一人で再調査と。いや、正直、この再調査す、再調査するのも、なんかあかりさんの折り込み済みな気もするんだよな。 いくら部屋が汚いとはいえ、あんなこれ見よがしに手紙を置くもんかな。あかりさんなら、そういうのもありそうで怖いんだよな。お、りんちゃんと話せないか。さて、さくらちゃん以外の関係者っていうと、ああ、かなさんの一派。しかし、当人がいないな。あ、大江ちゃん。こ、こんにちは。その説はどうも。あのさ、大江ちゃん。 この間はごめんね。うちらカナが疑われてるって思ったら、すごく熱くなっちゃってさ、マジやりすぎたよ。わ、えー、素直に反省してる。え、困惑すんだけど。本当ごめん。もうあんなことしないからさ、許してくれるう、うん。私も失礼なことしてたから、お互い様だよね。<music> てかさ、夏目って自殺じゃなかったんだね。 最近事故死だったって話が出始めたけど、ひょっとして大江ちゃんの調査で分かったのえっと、うん、実はそうなんだ。えー、マジすごくない刑事ドラマみたい。新聞部とかだっさって思ってたけど、大江ちゃんやるじゃん。見直したよ。あ、ははありがとうところで、今日は村上さんいないのお仕事かな ちょっと話したいんだけど。カナさっきまで一緒だったんだけど、なんか気分悪いみたいで、外の空気吸ってくるってさ。そっか。じゃあちょっと探しに行こうかな。あのさ、オ江エちゃん。カナと話すならお願いがあるんだけど。何なんか、カナ最近元気ないんだよ。何かあったみたいなんだけど。 教えてくれなくてさ、多分うちらに気遣使ってるんだよね。うちら心配でさ、大江ちゃんからそれとなーく聞いてみてくれない悩んでることがないか、とかさ。あ、うん、やってみるけど、村上さんの答えによっては教えられないと思うよ。うん、全然オッケーカナが元気になればそれでいいからさ、頼んだよ、新聞部さん。あ,あ、 なんだろう、良くも悪くも裏表がない素直な形だった。いや、評価変わるないや、あれに関しては正直、葵さんとかが悪かったなって思うところすごくあるから。なるほど、なるほど。あ、おばちゃんと、お話ができない。練り物ください。あれ、三年生の教室入れる。あ、そっか、みゆき部長の情報とかも調べるのか。 結構ちゃんと活動してたんだね。文化祭のブース見てろ。あ、ありがとうございます。徐々にファンが。向田先生見かけたんだけどさ、私服もなんか、あれだったよ。マシな格好して髪の毛整えたら、ちょっとはモテそうな気がするんだけどないや、まあ、そうね。格好とかは自由なんだけど、やっぱね、だらしないのは、ちょっとね。いや、何度も言うが本人の自由だぜ。受験まであと少し。 ああ、まあ、推薦とかでもう合格してる人たちもいるだろうけれども、一年生だと思ってた。まったく失礼な。まあ、相当小さいんだろうね。えー、っと、三年のトイレは誰もいないんだっけか。これから受験の人たちも多いだろうな、三年生。なんかピリピリしてどうたそうだから、なんか質問とか調査するのも怖いな。無理ないか。 一年生の教室は、桜さんを覗くっったから、入れないかな中庭に今入ってきた子って、二年生の子でしょモデルで有名な。えあ、村上さん。ああ、その子だ。コアティーンのかなだっけやっぱすごい綺麗だね。かなさんの話が、こっちにも話が入らんないか。中庭に、 やっぱいたか。ちょっと一年生のも。ああ、一年も入れんね。安倍先輩いないんですか残念だな。SNS のアカウントを教えて欲しかったのに。これかっこいいって言ってた子が。今からでも遅くないですかね。ああ、文化祭とかの活動で、まあ気になってしまったっていうのもあるか。なんか文化祭がいい方向に転んでるな。私はなんか楽しみだと思えなかったけど。桜とは話せたんですかあの子ってすごくいい子ですよね。 話してるとなんか、ほんわかします。あ、最初はなんかツンツンしてたけど、今はただただいい子だよな。一年生なのに出場しててすごいですよね。お文化祭の運動部のレース。え、文化祭って、え、体育祭みたいなこともすんのまあ、そういう催し方も別にいいか。一年生のトイレも誰もおらんと。あとはお話は、 文化祭が二日間と片付けに一日。それから振り替休日もあったからまだ頭がお休み気分です。勉強に、ああ、気持ちすげえわかる。まあ、五月病に近いのかな。十一月だけど。展示はすごく良かったけど、コモの先生がずっと突ったってて怖かったです。えへ、ビンちゃんは怖いのか。なんか何も考えずぼーっと突ったってそう。怖いっていうか不気味かな。二年生になれなかったら嫌だな。 学校してのコードってダサいから着たくないんですけど、暖かさには変えられないんですかね。ああ、まあそうね。葵さんとか、あかりさんみたいな格好をしてると先生に目つけられちゃいそうだしな <noise> 村上さん。江ちゃんだけ安倍ちゃん、いないのうん。今は一人で活動してる。 そう。ちょっとだけいいかな。村上さんとお話したいんだ。好きにすればやっぱ、あかりさんに対して尋常じゃないビビり方をしてるな。そういえば私、村上さんから嫌いだってはっきり言われちゃったんだっけめちゃくちゃ気まずいな。夏目のこと話したいけど、 前みたいに拒絶されそうだし、なんて切り出したらいいかな。中庭の木ってさ、秋とか冬でも葉っぱが落ちないんだね。常緑樹ってやつえあ、ああ、そうだね。ずずっと枯れないで、綺麗なままいられるのって、ちょっとずるいよね。人間じゃありえないもん。こっちはお手入れとか、 毎日頑張ってるってのにさ。やっぱ、生まれ持った性質にはかなわないのかな。でも、夏目ってそんな感じだったよね。村上さんの方から夏目のお題振ってくれるとは。前はカくなに話そうとしなかったのに。だって、おえちゃんはどうせ、そのこと話したいんでしょ なかなか言い出さないから、こっちから振ってあげたんじゃん。ああ、やっぱこういうところ気が利くっていうかなんていうか、ねえ。最近みんなが話してるけどさ、夏目は本当に自己死だったのおえちゃん、何か知ってる自己死だよ。自分なりに色々調べたけど、少なくとも私は確信を持ってる。 へえ、そうなんだ。村上さんはさ、夏目が事故死だったって聞いて、どう思ったそれ聞いてどうすんのと、どうもしないよう。ただ、私が気になっただけ。私、夏目は自殺したんだってずっと思ってたよ。心当たりがあったわけじゃないけど。 心当たりがないのに、どうしてそう思ってたのうまく言えないけど、別に自殺もあり得るんじゃないって思ってた。夏目みたいな立場の人間は思うことがいろいろあるでしょう自殺しても仕方ない事情だってあるかもしれないじゃん。私もね、全部なくなっちゃえばいいのにってたまに思うことあるもん。夏目もそういうことはあったでしょう 誤解しないでね。カナは別に死にたいとかないから、たまに嫌になることがあるってだけだからね。なるほど。村上さんは夏目のことを、そういう風うに捉えたんだね。じゃあ、夏目が死んでよかったなんて言ったのは、どうしてあ、ご、ごめん。私にこうやって聞かれるの、嫌なんだったよね。 まあ、いっか。大江ちゃんのやり方は嫌いだけど、ちゃんと最後までやり遂げたのは、正直偉いと思うしね。前はね、夏目のこと好きとも嫌いとも、思ってなかったよ。ただ、周りから色々言われて、比べられるのがうざかった。どっちが美人だとか、くだらないことばっかでね。職業柄、 そういうのには慣れてるつもりだったけどさ、ずっと続くとさすがにやむよね。特に見た目のことは一応モデルとして気使ってるから、夏目の方が綺麗とか聞くとやっぱムカついてさ。それにすごく焦ってた。私、仮にもモデルやってるくせにそんなこと言われるレベルでいいのってね。 私のそういう気持ち、ピリピリしちゃってる感じが、よっこたちに伝わってたんだろうね。だから。村上さん、またコアティーンの表紙だったね。やっぱ綺麗だよね。でもちょっと派手すぎじゃないまあ、コアティーンがそもそもそういう系の雑誌だけど。わかる。 私はもうちょっとお楽しみな方が、夏目さんみたいな感じの方が好きだなてか、実際夏目さんの方が美人でしょ。整ってるっていうかさ。だよね。村上さんはぶっちゃけ、メイクだよりって感じ。スタイルはいいけどね。いやいや、夏目さんもスタイルいいよ。まじ村上さんが夏目さんに勝ってるのって、派手さだけ。 やば。今日さ、D 組の子たちがこそこそ話してたよ。夏目の方が、カナより可愛いって。なんで比べようとすんのかね。どっちも可愛い。でよくないほんとそれ、マジムカつくよね。カナ、気にしない方がいいよ。 うーん、そうだね。大丈夫。てかさ、実際夏目よりカナの方が可愛いよ。なんせモデルだし。夏目、美人だってチヤホヤされてるけどさ、絶対金持ちフィルターかかってるだけだって。まあ頭もいいとか、バイオリンが上手いとかも聞くけど、カナの方がカリスマ性あるから、うちらは断然カナ派だよ。 あはは、ありがとう。あいつ、うちらの話聞いてた聞いてたと思う。平気な顔してたけどさ。ちょっとは傷ついた素振りでも見せろっての。ねえ、いっつも余裕ぶっちゃってさ。うちらみたいな小物が何言っても相手にならないってわけ。ああ、ムカつく。 やむなぁ。自分がされて嫌だったこと、人にやっちゃうなんて。ああ、もう。私別に夏目さんのことは、夏目のことは嫌いじゃないんだよね。好きでもないけどさ。でも正直悔しいよね。夏目が見た目だけの私より、いろいろ混ってるのは事実だしさ。惨めになるから夏目のこと、 話題にしたくないんだよな。よっこたちも夏目の話するのやめてくれたらいいのに。でもよっこたちは私に気使ってるんだよね。だから夏目のこと悪く言って、私のことばっか褒める。そういうの性格がいいとは言えないけどさ。私をかばってくれてるわけだし、仕方ないっていうか。 私が下手に夏目をかばって、よっこたちの気遣いを無駄にするのはどうなんだろう。うーん。はあ、もうめんどくさ。誰が誰より綺麗だとか、どうでもいいじゃん。私は自分で自分を綺麗だって、好きだって、思いたいだけだもん。夏目は関係ないんだよ。どうせどんなに可愛い,い子だって、 そのうちシワシワのおばばになるんだよ。今くらい一番綺麗な自分でいたいじゃん。夏目って私のことどう思ってんのかなやっぱ陰口叩くような嫌な奴って思ってるそれとも夏目みたいに頭も良くてお金持ちな美人はこんなことで悩まないのかなその方がいいか。 夏目は年取っても、しわしわのおばばにはなるなそうだな。ずっと綺麗なんだろうな。やっぱ羨ましい。ずるいよ、夏目は。村上さん。急にごめんね。今から帰るところ急いでる別に。 何かよ。友達に今月のコアティー見せてもらったんだけどね。ちょっと聞きたいことがあって。村上さんが着てたレディーグローのワンピース、値段いくらだったかわかる新作のやつ。確か、8万。は、8万そんなにするんだ、あの服。すごく素敵だったから、買おうかと思ったんだけど。 八万か。さすがに手が出ないや。夏目さんなら八万のワンピくらいポンと買えるでしょう。お金持ちなんだから。お金を持ってるのは私じゃなくて親だよ。私の自由になるお金はそんなにないんだ。買ってもらえばいいじゃん。お金持ちの親にさ。うちの親って、金を出すなら口も出すがもっとうなの。 残念ながらあのワンピースは親の趣味じゃないから買ってもらうのは無理だね。もともとそのつもりはなかったけどさ。ああ、でも着てみたかったな、あの服。すごく素敵だったのに。くっそー。あのさ、私レディーグレイの専属モデルやらせてもらってるんだよね。あのワンピース、宣伝ってことで。 ブランドからプレゼントしてもらったんだ。普通は服なんてもらえないけど、たまたまね。着てみたいなら、あの服貸してあげるけど。え、ほんといいのうん。明日持ってこようか。放課後に渡すよ。村上さんが良ければ、ぜひお願いします。うわぁ、ほんとしい。楽しみだなあ、私も戻らなきゃ。 チューニング中に抜け出してきちゃったから、村上さん、またしたね。変なの夏目ってあんなんだったもっと透かしてるイメージだったけど。陰口叩かれてる,叩かれてるのを聞いてたくせによく普通に話しかけられるよね。やっぱ変なの 村上さん、こっちこっち。なんでこんなとこで。まあいいや。はい、これ。わあ、ありがとう。じゃあ早速。ちょ、ちょっとここで切るの持って帰るんじゃないのだってせっかくモデルの村上さんがいるんだし、来たとこ見てほしいなって思って。だからここに来てもらったの。 今日は料理部休みで、誰もこの部屋使わないしね。こういう服って初めて着るから、現役モデルの忌憚のない意見を聞かせてくれないかな。ど、どうかなダッサ。マジありえない。似合ってなさすぎ。そ、そうだよね。やっぱりこういう服は、 村上さんみたいじゃないと合わないか。そうじゃなくてね、ローファーが最悪なの。その服には高いヒールじゃないと合わないよ。それから、メイクももっと派手にしないと、髪もそんなストレートより巻いた方が全然いいし。あと、小物をつけるとか、ジャケット羽織るとかね。とりあえず、今のままだと見れたもんじゃないな。 私に合ってないわけじゃないのそんなのどうだって変えられるじゃん。似合いたいならいくらでもやりようがあるでしょう。メイクとかコーデとかさ。大事なのは自分が着たいか着たくないかだよ。ファッションは自己表現の一つなんだからさ。なるほど。さすが現役モデルの意見は勉強になるな。 似合わないって思ってたんならさ、なんでその服買おうと思ったのお金の無駄じゃないなんていうか、自分をちゃんと出した格好をしてみたかったの。いつも親の趣味に合う服ばっかり着てるけど、本当はこういう感じの服がすごく好きなんだ。だから着てみたかったの。見て欲しかったから。私はこういうのが好きな人間なんだ。 でもやっぱり私にこの服はまだ難しいかな。コーデとかよくわからないし、メイクも苦手だしな。この服を着たい機会があったんだけど、もっと勉強しないとダメだね。今日試着できてよかったよ。あっそう。ついでに聞くけどさ、なんでそんな普通にしてられんのうちらが夏目さんの悪口言ってたの、聞いてたでしょ それとも、うちらみたいな雑魚の悪口なんて気にならないそういうの言われ慣れてるでしょ夏目さんみたいな子はさ。いや、すっごくムカついたけど、あの時はとっさにぶん殴ってやろうかと思ったよ。はぁ、あ、じゃあなんで私に話しかけてきたのだからイメチェンのためだよ。背に腹は変えられないってやつそうでもなきゃ、村上さんとは絶対話さなかっただろうね。 正直に言うとね、私の仲良い,い子たちはみんな、村上さんのことをよく思ってない。みんな、村上さんたちのこと、わがままとか、派手だとか言ってる。あ、ちなみに私も、同じように悪口言ってたよ。村上さんたちのことをよく知らないけど、とりあえず言っとけって感じでね。みんなに合わせて好きかって言ってた。でも悪いとは思ってないな。 学校って狭い世界だからさ、うまくやっていくためには、周囲に合わせた方がいいし。そういうのってお互い様じゃない村上さんたちだって、私のことよく知らないのに、陰口叩いたわけでしょだから、私は村上さんたちのことを責めようとは思わないよ。ま、ムカつきはするけどね。あっ、そう。今もムカついてんでしょ よく平気でいられるね。いや、今は思ってないよ。村上さんがどういう人なのか自分で確かめたから。何それ村上さんは私のことよく思ってなかったのに、こうやって私のために服を持ってきてくれたじゃない。モデルの仕事で忙しい中、放課後に時間作ってくれてさ、アドバイスもしっかりくれて、私、 今すごく嬉しいんだよ。だから、私は村上さんのことを、そういう子なんだって理解した。そういう優しい子なんだってね。それからすごく素直だなって。こうやって腹割って話せるのも、村上さんが自分の気持ちをはっきり言ってくれるからだよ。村上さんのそういう素直なとこ、すごく素敵だなと思うな。正直羨ましいよ。 私が持ってないものだもん。私ね、村上さんとこうやって話して、村上さんを自分なりに理解できて、すごく嬉しいの。周囲に合わせて生活してると、誰かのことを自分の心でしっかり理解できるのって稀じゃない本当ならいつもそうするように心がけるべきなんだろうけど、ちょっと難しいよね。 でも、すごく大切なことで、だからこそ村上さんを自分なりに理解できて、本当に良かったと思ってるんだ。私たちって良くも悪くも目立っちゃってるからさ、人の口の葉に登るのは避けられないんだよ。私は学校でうまくやっていくために、今後もみんなに合わせていくつもり。みんなが村上さんを悪く言うなら、 悪いけど、それに乗らせてもらうよ。だから、村上さんもそうしなよ。友達が私を悪く言うなら、流されちゃいなよ。その方が楽でしょ。なんせお互い様だから、私はもう気にしないことにするよ。だから村上さんも、気にしないでもらえると嬉しいな。でもね、こうして二人で話したことを、村上さんが、 私と一対一で話して、私のことをどう思ったか。そのことは忘れないでほしいな。私も今日知った村上さんの姿は、ずっと忘れないでいるから。うん。そのワンピー、あげるよ。持って帰って。えも、もらえないよ。八万円もするんでしょいいよ。 もらったけど着る予定ないし、着たい人が着るのが一番だし。誰かに見てもらいたい機会があるんでしょなら持っといてもいいじゃん。受け取ってよ。村上さんがそう言うなら、ありがたくいただくことにする。もったいない気もするけど。ありがとう、村上さん。大切にするね。いつか着られるのを楽しみにしとく。 頑張ってね夏目さん私はモデルとして常に周囲の注目を集めなければならないだからそんな存在にふさわしい振る舞いをするべきだと思っていた 人の意見には惑わされない。誰を傷つけても自分は傷つかない。私はそういう傍若無人な存在でいたかった。<music> でも本当の私は人からどう見られるかがいつも気になるし、自分を好いてくれる人を傷つけるのが怖い。卑屈で臆病な普通の人間だった。 だからこそ、夏目に強く嫉妬していた。いつも自然体で堂々としているのに、みんなに好かれている夏目が憎らしかった。夏目のことを意識すればするほど、自分が惨めで小さい人間に思えてきて、ずっと夏目から目を逸らしてきた。 あの日、初めて夏目と真正面から向き合って、私の中の何かが大きく変わった。ちぐはぐでダサい格好をした夏目は、最初から最後まで正直だった。ぶん殴ってやろうかと思ったと言った口で、私のことを知れて嬉しいと笑った。 周囲に流されて人を悪く言うくせに、陰口を叩かれたらムカついてしまう。そんなずるさがあってもいいって夏目は言ってくれた。大げさかもしれないけど、私は許されたような気がした。ありのままの自分を初めて認めてもらえた気がした。 その日から自分と夏目を比べて惨めに感じることがなくなった。夏目は私が嫉妬できるようなレベルの人じゃないって心から思ったから。美人だとかお金持ちだとか頭がいいとかの問題じゃない。もっと人として夏目は私よりずっと大きい人間だったから。 夏目は私について誰がどう言おうとちっとも気にならなくなった。コロコロ変わる周囲の意見なんかより夏目よと心を通わせられた一時の方が私にとっては確実だったから。夏目みたいな器の大きな人間が私を理解してくれている。そのことは 私の強い支えになっていたこの学校で一番夏目を偶像視していたのはきっと私だったんだろうそれで体育倉庫の時のあの言葉だったのか。 腹を割って話すとか、本人のことを直接会って話せて、それを知れるのはとても遠い、尊いことだって。まあ、夏目しおりの完全にファンだったってことだよね。しかしイメージがだいぶ変わったな、二人とも。ぶん殴ってやるかと思ったっていうか。いや、夏目しおり上、マジで人たらしだな。私はさ、 自殺は寿命が尽きて死ぬことと同じだと思ってるんだ。体が弱って死ぬことと、心が弱って死ぬこと、その違いが私には説明できないから。誰にだって悩みはあるよね。どう向き合うかは本人次第。全部本人が決めること。夏目が何かに悩んだ結果、 自殺を選んだなら、それも立派な夏目の意志。そして、そこが心の寿命。一人の人間が自分の意志で消えることを選んだなら、尊重しないとダメなんだよ。相手が大切なら、なおさら。だから、死んでよかったと思ったの。あの子は、寿命を全うすることができたんだって、そう思うことに決めたから。 そうでもしないと、私の中の何かが壊れちゃいそうで。ごめん。なんか、うまく言えないや。あの時、体育倉庫で村上さんが言ってたことを、ようやく身に染みて分かったよ。私は、夏目は村上さんが見せていた仮の姿ってやつを、 必死にかき集めたんだね。それだけで二人のことを、二人の関係性を理解しようとしてた。理解できると思ってた。でも甘かったんだね。そんなんじゃ人の内面なんてわかりっこない。私は村上さんが夏目に対してそんな風に思っていたなんて想像もしなかったよ。 人から聞いた話を鵜呑みにして、夏目さんと、村上さんと夏目は、互いに反目し合ってたんだって、ずっと思い込んでた。そりゃ、村上さんも、ムカつくよね。私みたいな短絡的な人間に、猫り葉掘りされたらさ、村上村上さんに嫌われても、仕方なかったんだって、今ならよくわかるよ。ほんと、申し訳ないや。 大江ちゃんって、意外と自分に自信ないんだね。え大江ちゃんはさ、自分なりにやりたいことをやりきったわけでしょそれってすごいことじゃん。それに、今は別に大江ちゃんのこと嫌いじゃない。嫌じゃない。偉いと思ってるって言ったでしょだからこそ、私は大江ちゃんに夏目のことを話したんだし、 私の好き嫌いなんか無視して、堂々としてれば。そう、だね。ありがとう。ねえ、大江ちゃん。夏目が死んだのって、本当の本当に、ただの事故。え、だからそれは。安倍ちゃんが、 夏目に何かしたってことは、ない。な、なんで、なんでそんなこと言うのだってあの時。いいこと教えてあげるよ、村上さん。夏目はね、屋上から仰向けに、 テニスコード横の道に落ちたの。スクールバッグを持ったまま、真っ逆さまにね。頭から落ちたから、それはもうぐちゃぐちゃだったんだよ。血まみれで、すごいことになってた。顔もわからないくらいにね。せっかくの美人が型なしって感じ。いくら綺麗だってもてはやされても、最後があんなんだとね。 なんであんたが、そんなこと、夏目の死んだ時のこと、詳しく知って。なんでだと思う村上さんって、夏目と似てるとこあるよね。みんなの、憧れの的ってところがさ。気をつけなよ。腐ってもモデルなんだからさ。その顔がわからなくなるようなことには、ならないようにしてね。 夏目みたいに、さ。その脅しは、ダメだろう。ま、あ、脅し自体がダメだと思うが、それまでずっと夏目は自殺したんだと思ってた。でも、あいつの話を聞いて、本当はあいつが夏目に何かしたんじゃないかって怖くなったの。 私、大江ちゃんのことで、あいつの恨みを買ったから、私も何かされるんじゃないかって、最近ずっと怖くって。ち、違うの。明かりは夏目を突き落としたり、なんかしてない。じゃあなんであいつは、夏目が死んだ時の様子を、詳しく知ってたのうちら、警察の資料を読んだの。夏目の死亡当時の状況が載ってるやつ。な、内緒だけど。だから、 夏目が死んだ時の様子は私だって詳しく知ってるよ。明は夏目の死んだ瞬間をその場で見てたわけじゃない。明、私がさらわれてすごく怒ってたみたいだから、村上さんを最大限脅そうと思ったんじゃないかな。そのために手に入れた夏目死亡時の情報を使ったんだよ。村上さんを怖がらそうと思って。 わざわざ顔のことを強調したのも、多分相手が村上さんだからだよ。モデルで、見た目のことには人一倍気を使ってるからね。明かり、人の弱点つくのうまいから。現に村上さんはこうやって、すごく怖がってるわけだし。なんだ、ビビって損した。あいつの頭がおかしいだけか。で、でも、 村上さんたちがああいうことしなければ、あかりだって脅しなんかしなかったんだよ。夏目の悪口言うよっこたちのことは批判するくせに、人の死に様を脅しに利用する阿部ちゃんはいいんだ。そ、れは。まあいいや。大江ちゃんが誰と仲良くしようと私には関係ないし。あいつの言うことなんか真に受けないで怒っと。教えてくれてありがとう、大江ちゃん。 村上さんにとっては、夏目の死は自殺の方が良かった、ってことなんだよね。それじゃあ今は、夏目が自己死だったと知った今は、どう思うのそれがね、別に悲しくはないんだよな。私と夏目って、まともに向かい合って話したのは、あの時だけなんだ。 あの時の夏目ってさ、変ななく、変な格好のくせに堂々としてて、すごく綺麗だったの。今でもあの姿は私の中に鮮明に残ってる。ずっと綺麗なままで。だから私、夏目のことを常緑樹みたいって思ったのかもしれない。もう、本人はいないのに。 夏目がいなくなっても、私の中には夏目が残ってる。キラキラ輝いてる。私、それで十分なんだ。もともと、普段から親しくしてたわけじゃないから、いなくなって寂しいとかは思えないんだろうね。ほんと、自己中だよね、私。みんなが悲しんでても、自分が良ければ、それで平気なんだもん。 でも、だからこそ、夏目がいなくなった今でも、こうしてやっていけてる気がするんだよな。もういいそろそろ戻らないと、よっこたち心配しちゃう。うん。お話聞かせてくれて、ありがとう、村上さん。 夏目が上緑寺みたいって言ったの、やっぱ取り消す。夏目だって生きてれば、しわしわのおばばになる日が、いつかは来てたはずだから。楽しいことばかりじゃなくて、悲しいことも辛いことも、きっと、いっぱい起きたはずだから。どんなに夏目が恵まれてても、 キラキラ輝けないような時がきっとあったはずだから。たとえそうだったとしても私思うんだ。キラキラ輝けない時でも夏目は一生懸命で夏目らしく言おうとしただろうなって。そういう夏目の姿はキラキラなんかしてなくても すごく綺麗だったんだろうなって。でも、その姿はもう誰にも見られない。私にも見られない。それはすごく悲しいことなのかもね。 なんだかすごく不思議な関係だったな、カナさんと夏目しおりリ私、本当に自分の尺度でしか物事を測れてなかったんだな。憧れの夏目との仲が嫌悪だったって勝手に決めつけられて、村上さん本当に嫌だっただろうし、傷ついてたんだろうな。それにあかり、村上さんを脅したんだろうって予想はついてたけど、 あんなひどいこと言ったなんて。まあでも、あの時はすごく怒ってたみたいだし、頭に血が昇ってたのかも、仕方ない、のかないろいろとショックだけど、村上さんが話をしてくれたのは、私が頑張って調査をした功績があるからだよね。今までやってきたことが無駄だったわけじゃない。そのことには自信持たなきゃ。 卑屈になってちゃダメだよし、行こう。話を聞きたい関係者はまだいるんだ。どんどん動いていかないと。とはいえ、話を聞けそうなのって、あとはみゆきさんくらいか。安岡くんは、難しいもんな。とりあえず今は、みゆきさんと話すことを目標にしよう。でも学校にいるかな。 うーんー、なんか、あからさまに、あれなのよね、あかりさんが疑わしくなってきちゃったけど、まだミスリードっていうか、そういうのがあるかもしれないから、結論は出せないよな。でも、あの脅しはいくらなんだってひどいよ。んで、さっきの、なんだろうね、あの、人形みたいな演出が入るとスタチューが更新されるんだね。今更ながら気がついたよ。更新されました。夏目しおりが更新されました。だいぶ人物像がね、変わってきたなぁ。 さて、あとはみゆき部長に話を聞きに行きましょうってか。音楽室は入れなかったよな。3年のところもさっきあらかた話を聞いたから、追加で会話ができるような気はしないんだよな。まあ、巡っていっか。まずはトイレから。 みゆきさん、どこで会ったんですか篠山町だよ。レッスンの前に喫茶店で休憩してくんだって。最近は毎日行ってるって言ってたよ。喫茶店、なんでところかわかりますうん、わかんないな。ごめん。みゆきさん、喫茶店。そういえば誰かがそのこと話した気がするな。あれさっきトイレって人いたっけ 見てなかっただけなのか。私今カットする気ぶっちゃけ満々だったからさ <laughs>。受験のことで先生に質問あったから学校来たけど、そろそろ帰らなきゃね。寒いすぐ暗くなっちゃうし、誰かが、喫茶店、行ってたね。ちょっと待って、誰だカウンセラーが用語教諭のどっちかだった気がするな。